お疲れ様です。こんばんは。うわ、雪を引き消えた。あったん。お疲れ様です。ドゥームズデイ1位だった。嬉しい。やばくない？ドゥームズデイ1位でした。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。本当に頑張ってよかった。マジでめっちゃ頑張った。楽しかったもん。嬉しい。ありがとうございます。お疲れ様です。なんかちょっと前髪やばいけど、ボサボサで。そう、公演ありがとうございました。そしてユミリンさんの卒業公演が無事に終わりまして無事に終わりまして、さっき家に帰ってきました。お疲れ様です。楽しかった。楽しかったです。もう明日からユミリンさんがいないのが実感できない。え、もう本当にドゥームズデイありがとうございました。びっくりした。公演中だったから結果が分からなかったんですけど、結果を聞いた時に嬉しくて飛び跳ねました。マジ頑張ってよかった。もうめっちゃみんなで頑張ったよね。そう、他のいろんな同盟のみんなも頑張ってくれたんだけど、追い込みですごいみんなが頑張ってくれて、みんなのおかげで楽しみながらできたし、最後こうやって1位になれて、もう本当に嬉しい。ゲームのあれで1位になったの初めてだから感動してます。なんかまたお礼配信をさせてください。嬉しい。本当にチャットの方でまた連絡します。チャットの方で連絡しますね。ももさんハートありがとう。お疲れ様です。今日は平日なのに公園に来てくださった方々もいっぱいいて嬉しかったです特にハートありがとう。うー、寒い。ラパンさんハートありがとう。お疲れ様です。りえちゃんヒーローレベル上げたら戦力上がると教えてくれて助かった。え、マジで。私もあの時に気がついて、あ、これ言わんとやばいと思って言った。言わんとやばいと思って言いました。駆け込みで駆け込みで。もうめっちゃ寒かった。寒すぎる。なんかちょっと私の皆さん1位になったっていうか、本当に感謝の気持ちいっぱいなので、ドゥームズデイを本部レベル17以上の方々をランダムでルーレットでやってオリジナル自撮り画像を送るって言ってたんですけど、皆さんにちょっと感謝をしたいので、それとはまた別の企画を用意しまして、企画っていうかリネの同盟に入ってくださった方々の名前を一人ずつ書いて、配信でお礼を言うっていうお礼配信もしたいと思います。とりあえず本部18時に画面録画したんですよ。本部レベル17以上の方々みんなのやつ画面録画したから、そっからまたルーレットで決めるんだけど、それとはまた別にさっき速攻で
考えたんだけど、同盟に入って頑張ってくださった方々がいっぱいいるから、みんなにお礼がしたいから、うつみれいの同盟に入ってくださってる方々のお名前一人一人、例えばうつみりねっていう人がいたら、うつみりねさんありがとうって、こうやってお世話させてありがとうって一人一人名前を書いて、あのお礼を言う配信をしようと思います。そうオリジナルジャリガドをみんなにってなったらちょっと特別感があんまりないからあれなんだけど、一人一人にちょっとお礼をしたいなと思ってて、だからさっき現段階で入ってくださった方々の名前をスクショしたから、その方全員分に向けて近々お礼をしたいと思います。ありがとうございます。本当に楽しかった。私もメイク中に、もうリハ終わってすぐメイク中に、もうすぐもうずっと全然開きながらメイクしながらドゥームデイをやってました。楽しかった。あっという間に終わりました。1ヶ月間がもう長いようで短かったな。早かったよね。今週中にはお礼配信します。あーでもオリジナルジュリ画像で配信でルーレットで決めた方がいいよね。配信でルーレットで決めてから作るようにするから、作るようにするから、近々配信してルーレットで決めてって感じにしよう。こんばんは、お疲れ様です。ふう、明日から12月、走らないと、走らないとです。なんでえ12月やばくない？明日からえぐすぎ。明日からもう12月ってやばいな、あっという間すぎる。やだー、早いなー、もう嫌なんだけど。12月なってほしくないかも。やだー、うーん、もう本番ギリギリ前ずっとやってた。本番ギリギリ前ずっとやってました。あ、どうにかなっちゃいそうだね。まっちゃんハートありがとう。シェルターのとこ見た？見てない、見てないです。何か燃えてる？また燃やされてる？シェルターのところ、ゆっくり休んでありがとう。私明日もレッスンだから、明日も新しい曲を覚えるから3曲ぐらいだから、ちょっと落ち着かないんですけど今日の夜ちょっといっぱい寝るわ。でもちょっと深夜にルームズデイをすると思う、きっと深夜にドゥームデイをすると思います。嬉しい、嬉しすぎる。 BLT グラビア初めて、 BLT さん海林さんから X 返信来た。マジ？まだ来てないや、見てないや。グラビアメタありがとう。愛子ちゃんとグラビアです。え、ご褒美って言ってたからさ、沖縄とかかな沖縄とかかな、何も聞いたいんですよね、どこで撮影するとか。ちょっとうちとかじゃなくて沖縄かな、ご褒美って言ってたからご褒美って出てるから沖縄とかかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。瀬戸内じゃなさそうな気がするけど、私たち瀬戸内拠点だから、瀬戸内、
瀬戸内の可能性もあるけど、瀬戸内なのかな広島ビューティーのグラビアだけじゃなくて、ビューティーさんのグラビアだけじゃなくて、あの広島駅の広告にも載るので、ちょっと美女管理を調節します。やばいグアム、え、グアムがいいな海外、え、海外がいい、海外がいいな。ハワイとかかも、モンゴルとかかもしれん、ロシアとかグラビア楽しみ。結構、え、北海道か沖縄かなご褒美、え、本当に嬉しい。ピンストライブさん、ハートありがとう、ありがとう。一夜みんなと一緒に遊べて楽しかった。え、本当にマジで私の同盟に入ってくれてありがとう、めっちゃ幸せでした。また返信しますね、ありがとう。あの一人一人お礼、名前書いてお礼配信しようと思うので、近々またあっちの方に連絡します、チャットの方に。最高プレゼントね、嬉しい。ピンストライブさん、お星様キラキラありがとう、嬉しいですね。広島駅のひよこさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ひよこ、なぎさ最高おやん。あ、また私最近ずっとなぎさ最高って歌ってるよアバターが渋谷なぎささんのやつだけど、ひよこさんずっと歌ってるよ。私今日 もう毎日歌ってる、メンバーの前にずっと歌ってるから、ずっと歌ってるよなって言われた姉たん、なぎさ最高ってずっと歌ってるなって DMM 見てました。えー、ありがとう。どうでしたか DM 見てくれて、目合った、目合わせたつもりなんだけど、目合わせたつもりなんだけど、目合いましたか DM で目合わせたんだけど、嬉しい。つるさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ゆういちくん、ハートありがとう、あった、よかったよかった、あってよかった、目しっかり合わせたからね、カメラにも。え、今日君は何を後悔するかの振り入れが今日の朝3時間で振り入れがあって、今日の朝覚えたんですよ。でもちゃんと踊れた、間違えずにパフォーマンスしっかりできたから、あ、成長したなって思いました。今日振り入れが朝あって、そっからぶっつけ本番だったんだけど、ちゃんと間違えずに踊れたし、初めてパフォーマンスしたには今良かったかなっていう。そう、今日初めて立ち位置入って、今日初めて振り入れがあったんですけど、すごくない？天才、渚最高聴けるとは。いや、マジでずっと歌ってんの、もうずっと歌ってて、もうマジで頭から離れなくて、もうずっと歌ってるの。渚最高、ダダダダダ、目と目が合って、ルルルルルル、もうダンス覚えちゃった、目と目が合って、ルルルルルルルみたいな、渚最高もうずっと歌ってるの私、マジだからもうメンバーに聞いてみて、リネちゃん最近ずっと渚最高歌ってるよって言って、リコチとかアヤパンとか、もうずっと歌ってる。こんばんは、ひよこさんペンライトありがとう、ホタルイカギュデミさん、だるまありがとう。名前の癖が強くておもろいんだよな、ホタルイカギュデミ
お前かもらうこれ、うん、マジそう本人夜歌ってる自信があるぐらいもうずっと歌ってるの、なぎささいこ目と目があってって、もうダンスも覚えてるもうレッスン送ってるんですよこの NMB さん、こう目と目があってのところでだって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 もう頭から離れない頭から離れないよ、姉ちゃんの笑顔を素敵輝いてました、あー本当にギラギラだったもう今日ずっとニコニコだった、うん楽しくて今日なんか楽しくて仕方がなくて、マジでなんか今日幸せだったの、めっちゃ幸せだった今日、楽しかった、なんかにもすけさんハートありがとう、ありがとうございます、嬉しい、にもすけさんファイトありがとう、ファイトありがとうございます、もろみさんキラキラありがとう、もろみさんキャンディありがとうございます、嬉しい、さがさんハートありがとう、マジでずっと歌ってるの、何さ、ゆういちくんいいねありがとう、いいね、初披露、初披露したんです、天才じゃない、土曜日の公演で見れるかな、分からん、土曜日の瀬取りがまだ届いてないからどうなるか分からないけど、もし例えば見れたとしてもネタバレになっちゃうから言わないよえどうなんだろう、ちょっと来た、多分来てた気がする、でも言わないよ、ネタバレになっちゃうから、でも息をする心もこれで踊れるし、踊れるし、あーまだ来てないな、踊れるし、これで君は何を後悔するかも覚えれた、うん、でも私一つだけ間違えてたって、お見送りの後気がついたのが、私がパセリが隣だったんですけど、君は何をってやったらパセリに、え何その手って言われて、えやってみてって言われて、君はって言ったら間違ったのよって言われて、私はこうやって君はってやったんだけど、本当は君はだったらしい、こうらしい、君はみたいな、こうらしくて、なのに私はこうやってたの君を知らないよ、初めて知った、そこでね、ココアさんにね、間違ってるやんって言われてそうなんですよ、気がついちゃった気がついちゃった、おかんちょうだいポーズおかんちょうだいポーズ、おかんちょうだいポーズじゃないよ、そう、こっちへおいでとかっていう、おいでなさいよみたいな、なんかこういう感じらしいんだけど、私がこうやって私にあーんあーんあーんみたいなポーズやってたの、知らなかった、うん2日公演久々に行く、え嬉しい、待ってるわね、待ってるわね、うん本当に楽しかった今日、だからまた次は明後日、明日明後日に、ゆめにさんじゃない、ももちゃんとココアさんの生誕祭があるんだけど、待ってます、12月生誕祭多いんだよね、わあ、ホトレイクゆでみさん、雪だるまありがとう、
雪だるま、雪だるまやば、かわいいね。このまた、え、めっちゃ今日マジすごいよく頑張ったと思う。3時間で全部覚えて、3時間レッスンがあったんだけど2時間、ほぼ2時間とかで覚えた。スミトくん、タコありがとう。もう今日さ、私あやぱんに朝会って、あやぱんもフリーレに参加してたんだよ。でもあやぱん公演出てなかったんだけど、今日の髪型決めてって言ったら、今日は何の気分って言われたけど、私は三つ編みじゃなくてもうツインテールの気分なんですよって言ったら、じゃあツインテールねって言われたんだけど、結局あの三つ編みにしちゃった。ちょっとめんどくさくて。だからちょっと土曜日の公演はどっちかツインテール、愛、久々に愛の髪型もしたいな。あのここだけチョンってやってリンゴヘアみたいにやりたいし、ツインテールもやりたい。久々にちょっとブリつけ上げたいから、ほんと近々ツインテールします。無敵の笑顔がラストメリー、あ、うん、久々にちょっとツインテールやりたい。ポニーテールもしたいし、なんかちょっと三つ編みちょっと NG。 レタ優秀でしょ、でそうでしょ。こんばんは、レタ1位おめでとう。え、マジでありがとうございます。もう超嬉しくて、またお礼配信しますね。お名前書いて、皆さんのお名前書いて、一人ずつ個別に書いてありがとうっていう、うん、配信します。生誕祭12月なので、りりちゃん来て、えよえ、12月やばい、お祝いする、お見送りかどっかで。りりちゃん今日の髪型のファンです。嬉しい、もう全部ファンやん私のハーフツインもメガネも前髪も全部褒めてくれて、もう全部私のファンやんね。ファンやんね、嬉しい、もう認知済みです。昼夜公演入る、あら嬉しい、あれの楽しみにしてます。なんかそう、ゲームシーンの時とか、なんかこの見ましょうっていう時に、ファンの人の顔を一人一人しっかり見るのにハマってて、なんかみんなこんな顔してるんやと思って、ちょっとじーって見ちゃう、人間観察しちゃうんだよね。やばくない、なんか今日瀬戸内の声歌ってる時にいるみんなの顔になんか見とれちゃったみんなの顔見ちゃった、いっぱい。ケンくんキラキラありがとう、行きます。え、マジ嬉しい、愛知から来てくれるってこと、気をつけてね。嬉しい、愛知から来てくれる。チコさんハートありがとう、ありがとうございます。ルイージの横スマッシュ、何それや何それや。ケンくんハートありがとう、わー、福岡で、福岡かしこまった、福岡ですね、絶対福岡、福岡嬉しい、超楽しみ。福岡もすぐじゃない、もう十何日とかやね、12月。最近リネモチベ高いす、えー、かわいい、かわいいかわいい、嬉しすぎて歯ぐき見えてきた、嬉しい。もう幸せの幸せ超えたら、あの私ここの歯がちっちゃいからもう口角上がりすぎてよむき出し歯ぐきになっちゃうこれガックスで笑ったのこれぐらいなんですよ。でもそれ以上来たら上がってくるよねって話、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ私も配信毎日続けよう、モチベ保ってもらうためにこんばんは、ポニテ、え、ポニーテールしたいんだよ、ポニーテールかツインテールしたい、ポニーテールかツインテール、私は怒っている、何にポニーテールツインテール、私は怒っている、何にって感じで、怒ってないですよ。レータン爆上げ、
爆上げ花火テンション打ち上げ花火。まっちゃん天使ありがとう。天使の予防にトゥトゥトゥルトゥルルトゥ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 ルトゥルルルトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 僕の太陽公演やりたいです。とりあえず次の公演はもう三つ編みしない、ツインテールしたい、ツインテールにしようか、おろし。でもおろしでも NG にされてるんですよ、私もボサボサになっちゃうから。私がだから何かしら別の何かしら別の髪型をやります。でも三つ編み以外がいいな。もう三つ編み結構多い、もうずっと最近ずっと三つ編みやってるから。三つ編み以外で愛子ちゃんのツイートに引用リツイートするって したいんだよね。私愛子ちゃんのツイートに引用リツイート今からしていいですか。愛子ちゃんありがとう、楽しかった、たのたのだったよ、たのたの。もう愛子はんと同じ同盟嬉しすぎチャンネルだよ。サンキュー、サンクスだってよ、ありがとう。あ、リプ送っとこう、引用じゃなくてリプにしよう。お疲れ様でした、お茶惜しい。リプ送った、愛子はんと同じ同盟で嬉しすぎチャンネルだって、ありがとう。え、今日死にそうになったことがあるんですよ、爆笑して。またその話をします。なんかガチで死にそうになったことがあって、ちょっと聞いてほしい。もう笑っちゃったの今日、ファンの方が面白すぎて。私のファンの方じゃない、なんか多分リコチのファンの方なんだけど、でもこれはなんか何か言ったから面白かったとかではなく、なんか行為が面白かったのでまた言います。にますけさん、好き好きビームありがとう、好きありがとうございます、音符もありがとう、にもつけありがとうございます。なんかペダルの時にあの急なペダル漕いでは車輪の分だけ夢に近づけばいい、えいえいえい呼吸は乱れてる。もうペダルのサビってめっちゃ盛り上がるじゃん。でファンの方もすごい「うわいうわいうわい!」って言ってペンライト振ってくれたんだけど、ペンライト振ってた瞬間にペンライトが折れたので、折れた瞬間を見ちゃって折れて飛んでコロコロって転がっていったのよ転がっていって、で「えー!」みたいな顔しててファンの方にしたそのペンライト折れた姿を見ちゃって、もう笑いが止まらなくて、ペンライトって折れるんだと思って。急いで床の落ちたペンライト取って、なんか直そうとしてたけど直ってなくて、結局ペンライトってちょっとこれ目薬なんですけど、ペンライト上光る部分でこれ持つ部分だとするやん、でこうプキって折れて、これぐらいのペンライト折れて、あーってうえって飛んでいったんですよ。でこうやって上にくっつけようと思ってもなんか壊れてくっつかないから、もう諦めてここのここじゃなくてここの境目持っててみたいな
ここの境持って応援してたんだけど、それでもボロボロで取れちゃったから諦めてペナルティしまって手で応援してもう笑っちゃって心臓になった。そう顔動揺してた。そうマジで笑っちゃった。笑いすぎてちょっと心臓になった。もうちょっと良くない。マジでペンライト折れた瞬間を初めて見たんですよ。ペンライトって折れるんだと思ってちょっとびっくりしました。ペダルでなんかあいあいあいってやってるだけで折れたんです。ポロって折れて落ちちゃって、もう面白すぎて。ペンライト折れて折れるものなんだと思ってちょっと笑いすぎた。真相になった。笑いが止まりませんでしたね。初めて見た。だから折れてもいいように予備のペンライトを持ってくるべし、みんな。あんな丈夫なものが折れるとは思わなかった。グッチョブスのキックさん、ハートありがとう。笑っちゃったよ本当に。危ない確かに危ないとかもあるけど、私はもうえと思って、お折れるんだ折れるものみたいな。もうゲバ飽きちゃうと笑いすぎて、笑いすぎてもゲバ飽きましたよ、うん、そうで他のメンバー気づいてなくて、たまたま見たんですよ自分じゃないファンのこと。そしたらパラって折れた瞬間見ちゃって笑っちゃいました。タイミング良くやった。だからもうその瞬間ハッピースマイルになった。ハッピースマイルハッピースマイルになった。笑いすぎてねえ、ここのなんか横の毛嫌だな。ちょっとアイロン持ってよ。もう残り、もうリングライト勝手に切るなよ。切るなよリングライト。もうさ49分でさ、あと10分後には配信終わるのにさ、横の毛が気になって仕方がないからアイロンをつけたいんだけどさ、アイロンかけるのもちょっとあれやなとかって思ってるけど、ちょっとアイロンかけよう。横の毛が気になって仕方がない。こんばんは、ゆきちゃん、だるまありがとう。ゆき、だるまありがとう。ゆきありがとうございます。ハイちゃんハートありがとう。ちょっと次の公演こそは、次の公演こそはもうツインテールにする。なんで今日ツインテールにしなかったんだろう。結局なんか気分、自分の気分的にツインテールではなかった。絶対に今日はツインテールするって決めてたんだけど、自分のモチベ的に今日はツインテールじゃないなってなったんですよ。結局直前になって、あ今日は三つ編みだなってなったんですよ。でポニーテールにしたかったんだけど、なんか結局ベレー帽をかぶるから、あじゃあポニーテールやめとこうってなって、結局ツインテールになっちゃったんだけど、なっちゃったんだけどさあ、なっちゃったんだけどさ、三つ編みをしてるってことはこの髪型ができるってことですよね。やるか久々に、はなかっぱヘアはなかっぱヘア、はい、久々のはなかっぱヘアこれチャングムの誓いとかに出てくる、わかる？韓国のチャングムの誓いやん、この髪型。きたはなかっぱヘアです。三つ編みをしてるってことはこの髪型ができるってことだよ。いいだろう。この髪型してたらね、どうしたって言われることが多いんだけど、結構お気に入りなんだよ。
かぶらないから。これはカブトムシでもあるから、カブトムシの角。でも私はチャングムの誓いっていう韓国ドラマのその宮中の料理作る女性にそっくり、髪型がチャングムってこんな感じだ。まとめ部屋でコギミュみたいな髪型なんだよ。実質コギミュなんだよ。お茶ケンケンパケンパケンパケンケンパ。今日は昔のゲーム指切りポンポンあられやコンコンとかって歌ったりとか、グーチョキパーでとかケンケンパとか、昔のことばっか、昔の遊びをずっと言ってた。お茶のかお茶だったたたみたいなこと言ってたずっと。ああああ、渚さん行こう。もうマジだと思うからね。いつかの公演に期待してよい。うん、ええよええよ。いつかの公演してほしい。逆にこれ全然するけど一応めっちゃ目立つやん。次の花の根公演やろっかな。一見生誕祭よりの人より目立っちゃうから。サタン結婚して、うーん、なんだっけ、ダメーじゃなくて、ごめん待ったじゃなくて、なんだっけ忘れた、あのやだよーだやだよやだよーだ。ありがとうございます。お疲れラインさん、お星様ありがとう。もっと君のことルル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 ルリテケット僕はもやもやでルル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 笑うつぼが話さたりてん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 。で、歌ったらみなみさんに、なんで日プのやつ歌ったの？って言った。うち日プ見てる女の子多くってさ、めっちゃ話し合う。はじっちさん、ハートありがとう。ココアさんと最近ずっと話してるんですよ。で、ココアさんがめっちゃ、なんかもう最近リネにめっちゃだるがらみしてしまうって言ってきてくれて、でも本当にめっちゃ最近ココアさんめっちゃ話しかけてきてくださるんですよ。もうめっちゃ話し合うんですよ、日プの話。こんばんは。だからずっと、逆にやったことない髪型なんだろう。サイドポニーとかやったことないな。サイドポニーやりたいな。でも私毛量多すぎ、今日マネージャーさんにさ、今日リハの時に気がついたのは、あの内海の毛量、髪の毛の毛量が多すぎるってことって言われて、みたいな。私そんな毛量多いですかって言ったら、多いみたいな。横から見た時に一人だけ厚い、横から見たあの分厚さが違いすぎたって言われて、笑いが取れなかった。私クセっ気で、もうほんまにやばくて、ブワーンってなってやばくて、なんか自分の毛量が多いことは知ってたんですけど、マネージャーさんに突っ込まれたってことは、もう相当毛量、髪の毛の毛量やばいんだと思って、手に負えなくなりました。自分の髪の毛の毛量把握はしてるけどね。でも私髪の毛一本一本細いんですよ。髪の毛太くて毛量が多いだったら分かるんですけど、俺は、俺って言っちゃった俺はあの髪の毛細くて一本一本もうなんかホロホロほどけちゃうみたいな。だからさっきからさ、リングライト消えるなよ勝手によ。あのさ、いい加減にして、毎回毎回リングライトなんで消したい。そう、なんか私一本一本俺は細くて、
なんか今にも履かないみたいな感じの毛をしてるから、そう全然あれなんですよ。サタンくんハートありがとう。雪村ちゃんキラキラありがとう。丸福雪だるまありがとう。うん、雪だるま。おい、また消えた。もういい加減にしろ。おい、いい加減にしろよ。おおおおマイガー、 OMG。 本当にやめてほしいですね。本当にやめていただきたい。勝手に消えるのはよくない。ハルルンだるま、あ、バラありがとう、嬉しい。グッチョブサのキッコさんハートありがとう。かわちい、ガチかわいい、この髪型本当にかわいい本当にかわいいですか。一緒よ、テレラー先ほど良い変化でずっと待ってた、いくゆめじゃもう酔えない、ラブで潰してお願い。あ、 TikTok やってる場合ですね。58分、ありがとう。じゃあ13位から。13位佐藤くんありがとう。12位サタンありがとう。11位にもすけさんありがとう。10位お疲れライスさんありがとう。9位丸福ありがとう。8位ハゼッチありがとう7位ひよこさんありがとう。おじさん投げさせか頭から離れない。6位けんくんありがとう。5位雪村ちゃんありがとう。4位ロコポコ Thank you。 3位ゆういちありがとう。2位はるるんありがとう。そして1位がドゥルバー紅ジャケタルトです。ありがとう、ありがとうございました。皆様、てかもう本当にドゥーゼ1位ありがとうございました。また改めてしっかりお礼させていただくので、皆さんもしよろしければ来てください。今日初見初めて来たよという方もまた配信をするのでぜひ来てください。配信頑張ります。配信頑張る機会にする。じゃあいっぱい休んでね。明日も平日か言うて。じゃあね、明日も頑張ります。おやすみ、おやすみなさい、おやすみ。